Tambiare! Tambiare!
かりさおかげさまをもちまして、あと皆様ご協力ありがとうございました。ありがとうございます、ね、いや、本当盛岡でね、こうやってこういうとこ可愛い人呼べるのはやっぱり僕だけかななんて、さっきそこまでちょっと調子乗んなよ。いやでも本当プレゼントもありがとうございました。いや、すべてこいつのおかげです。ケイオン様のおかげで。はい、じゃあ、ケイオンの一期オープニングのあの歌で、はい、ゼブララ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 ラ森岡ゼブラ、俺たちの森岡ゼブラ、ララ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 森岡ゼブラ、俺たちのゼブラ。あ、そしてまあゴールシーン、まあ、勝ったんで、またもう一度、またね、あの俺たちのあの歌で、はい、はい、はい。俺たちの森岡に歓喜の渦を巻き起こせ、ゼブラゼブラ栄光へ突き抜けましょう。さあ行け森岡。俺たちの森岡に歓喜の渦を巻き起こせ、ゼブラゼブラ栄光へ抜けましょう。はい、ご苦労様でした。はい、じゃあ今日の選評お願いします。はい、斉藤明です。今日のですね、ゼブラ前半に3点取りましたけど、これは追い風に乗ってのゴールですもんね。まあ後半に慎太郎もね、いいところでね、決められるかなっていうのあったんですけど、見たかったっすね。やっぱ僕森翔時代の慎太郎のイメージありますから。でね、最後の10分でやはりカンビアレにね、バンバンって決められましたけど、あの PK は仕方なかったんでしょうかね。まあそれでも向かい風によく立ち向かってね、2点にしのいで逃げ切った、お見事です。最終戦、これで盛岡ゼブラね、11年ぶりの A クラス4位ということになりました。まあこれをね、バネに来年以降ね、岩手サッカーの黄金時代に向けて頑張ってほしいと、そう思うわけであります。以上です。はい、盛岡ゼブラバザーイ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 森岡ゼブラ、森岡ゼブラ、森岡ゼブラ。